ぶっちぃのチャンネル、始まるよー。はい、うっちぃです。今日は珍しい企画、このお金をどう使ったかということに触れてみましょう。まさかこんなことをするためというわけではありません。まだ僕がこんな若い頃ね、普通のマンション、こちらを購入しまして、本当に普通のマンションでしょ。壁が白くて、はい、こんな感じです。当時 4LDK117平米でしたね。ですがこの物件を大きくリフォームして 2LDK にしてしまったんですね。はい、普通のトイレに普通のお風呂ですね。最初 GTO みたいに壁をぶち抜いてしまいました。はい、こんな感じですよ。大工さんが外を見てますね。左が僕の部屋、正面がバーカウンターになる。こんな感じの廊下が、アフターはこんな感じ。水槽を埋め込んでしまいました。魚ちゃんいっぱいいましたね。水槽は海水と淡水両方やってますね。こちらがちっちゃい水槽。ハリセンボンがいたこともあります。いろんな魚がいますね。こちらフグちゃんです。サンゴの中にキョロキョロ顔を出している魚もいますね。はい、こんな感じ。左に曲がると僕の部屋、正面がこちらバーカウンターですね。はい、ビアサーバーもつきました。ビアサーバー側からリビングもこんな感じですね。こんな感じのところが、はい、なんてことでしょうかなり変わりましたね。夜になるとこんな感じ。はい、こんな感じのところが、なんてことでしょう。違う角度から見るとこんな感じ。たまに YouTube の撮影をしてる書斎もありますね。そこにはもう一つ部屋があったところです。はい、くぼんでるところが部屋ですね。はい、こちらがコンシェルジュのカウンター。はい、クリスマスの時にはツリーを飾ったこともありました。綺麗ですね。正面がカウンター、左が僕の部屋。あまりお見せするところがないのでベッドだけでもということで、枕元にはマニアックな無線機が置いてありますね。最後までご視聴ありがとうございました。